中島良史、中島義文、1990年9月25日体は、高知県出身のバスケットボール選手である。身長175センチメートル、体重78キログラム、ポジションはポイントガード、スピードを生かしたドライブを得意とする。和歌山のヘッドコーチであったジェリコ・パブリスビッチは、中島について、さらなる成長が必要としながらも、身体能力とスピード、 シュート力については高く評価していた。高知市出身で、高知大学教育学部付属中学校から2006年4月に、明徳義塾高等学校に進学後、2007年と2008年のインターハイとウィンターカップに出場した。高校卒業後は、天理大学に進み、この頃から5つの頃合わせで、背番号52を背負うようになった。 大学卒業後の2013年5月に和歌山、トライアンズの練習生研究団スタッフとなり、フロント業務をこなしながら練習を続け、同年8月に選手契約を結んだ。2013から14シーズン、2013年10月24日に、鹿島スポーツセンターで行われたつくばロボッツ戦で初出場し、2得点を挙げた。 11月3日に能立アリーナ和歌山で行われた熊本ボルターズ戦ではホーム戦初出場を果たしフリースローから1得点を記録した。このシーズン出場試合数9、総得点10点に終わる。シーズン終了後、チームは経営難による人件費の削減を理由に選手の大半と契約を更新せず中島も和歌山を退団することになった。 その後2014年6月に行われた BJ リーグのトライアウトを受験し、その後の BJ リーグドラフト会議にて、秋田ノーザンハッピネッツから一順目で指名を受けた。翌7月、秋田は中島との契約合意を発表した。2015から16シーズンは青森ワッツに所属。B リーグ発足初年度の2016から17シーズンは B2 の愛媛オレンジバイキングスに、 ところぞく、2017から18シーズンは山形ワイバンズと契約。ありがとうございます。